女性は何回も告白されると結局落ちるよ。どうも始まりました。ゴージャスです。私がゴージャスでーす。はい、今度は仮面女子の富谷梨奈です。これ本当？いや、嘘でしょ。嘘さあ、書いてあったのは何回も何回も言われるとそのうち好きになっちゃう。でもそれはわかる。好きになっちゃうの。ほんほんほん、呼んじゃおう。クラゲーあーい。はーい、ってことで今日は一体何をやるのかな。はい、今回紹介するゲームは、今月リリースされたばかりの王道を行くタップアクション RPG 遥かなる異境グランビリア。グランビリア、おお、おー、すごい。タップアルファ、アンダーミュージー、ね。うん、はい、わかんないけど、まだね。どんな情報が入ってきて、うん、はい。さあ、ということで、うん、今回、スタッフさんにもお越しいただきました。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、タップ RPG、新しいですね、これ。では、まず、うん、バトル、早速やっていただきたいなと思います。何にも知らないバトルで大丈夫ですか。先ほど、ホーム画面で表示されていたキャラクターがついに編成されております。はいはいはい、先ほどの、はい、戦闘開始。はい、これかな、これ。さあ、おーおお、これ戦闘は、全てオートで進行します。あ、本当にオートで、はい、あ、すごい、なんか敵もすごい、なんか綺麗、滑らか動き、前衛が今しっかりやってくれてる。さあ、おー、なんかあ、すごいすごい、倒してヤギみたいなやつこれ、続々来るけど、どうするこれ。はい、今光ってる、キャラクターのアイコンが光りました、はい、では、こちらをタップしてみてください。はい、じゃあ、戦闘のこいつのやつ使う。おお、で、ここでタップアクションが入ります。おお、あ、そういうことで、失敗だよ。ねえ、一回に行かないからね、はい、一番大事なやつ。そうなんですよ、今いい、あそこでパーフェクトを狙っていただくと、あ、待って、大きくなった敵が、はい、おー、やばい、あ、待って、膨らってるよ。使うぞ。絶対強いんでしょ、こっから敵。いくぞ。下手くそ。違う、理解してない、理解してない。サークルを理解してないんだ、まだ。今のすごい分かりやすい。今のちょっと分かんなかったな、おじさん、ちょっと。これでステージクリアです。おお。いや、全然勝利しても嬉しくないよ、今の。分かんなかった、しょうがなかった。急に大きくなって、丸が小さくなったのだろ、もう終わってたんだよ。ってそういうこと？もう一戦、はい、もう一戦、もう一戦、はい、大成功みたいなね。ぴったりと合わせると、うん、攻撃力がグッとアップします、うんうん、もう一回見たら分かったから、ね、ちょっとね、さっきのね、ほら何も分からないから進んじゃったから。おー、強そうなやつを。この千年切っていくやつ強い、ね、前衛が壊れてますけど、すごい。全然大丈夫ですよ。いけ、倒せ。さあ、敵のキャラもちゃんと細かいところね、え、みんな細かいところで動いててし、さあ、お、たまった。もう一回これ使おう。いくよ。どこにいても無駄よ。あ、パーフェクトってことでしょ。おー、出た。やっぱすごい強いよ。言ったでしょ。この人は全然違う。ほら、ちょっとじゃあこれ、ちょっと前衛のやつね、ちょっといっぱい来てからやる。この後いっぱい来るから絶対。あ、消えた。ここから、あ、じゃあボス的な、さあ、こいつでしょ。こいつが強い。打ち砕きます。今だ。いや、でも倒した、倒したし。あ、なんかピヨピヨなってる。倒した、倒した。あれ、なんか敵、あれ、同じやつがいる。同じ子、ちょっと違うで。まあ、グッドね、悪くないでしょ。いい、グッドはいいって意味だ。グッドはいい、グッドはいいって意味だ。それ以上出さないと。どこにいても無駄よ。いいの出して。ねえ、勝利、ね、おお、やったけど、はい、一回パーフェクトありました。いや、やっぱ全然違ったよ、ね、攻撃の、うん、アイコンの長押ししていただくと任意の場所にスキルを発動させるということもできます。うーん、早く言ってくれれば俺マジしたのに。それどころじゃなかったでしょ。縁がね、縁が、はい、で、ジャス君さ、はい、やっぱりあのキャラクターがもっといっぱい見たいね。見たいね、見たい、うん、ガチャとかやらせてもらう。いいですか。ガチャ、じゃあ、やっちゃおう、うん、見たい、もっと見たい、うん、はい、じゃあガチャいきたいと思います。あの、言っていいかわかんないんだけど、うん、よくおっぱい見て、うん、出てる。どうだ、道じゃないこれ。
こちら一番左ですね。はい、一番左側になります。インストールから3日限定 SSR 確率アップ。はい。11点。11体これね。可愛くてセクシーなの。お、お、本、本だ。本、本、本、どう？どう？どう？どういう感じ？どう？え、待って。なんか想像ついたこれ。これさ、本の色でさ、変わるんじゃない？そんなことない。きっとね。色関係ない。まだわかんないじゃない？色関係ない。まだわかんないよ。見た感じ全部青なんだけど。まだわかんない。色関係ない。ねえ、そう。でも、え、これさ、一個ずつ、一個ずつね。じゃあ、とりあえず見てみましょう。まだわかんないから。色関係ないから。HR。ほら、かわいい。ほら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 、マール、マールね、かわいい、投げつけちゃって、うん、召喚してくださったのですか、うん、あ、少しでもお役に立ち、え、全部もしかして ちゃんとセリフ付きちゃんと、ね、ついてんの、ほら嬉しい、すごい、ちょっとじゃあちょっとランダムに行こうかな、うん、あ、好きなとこ開けるね、ほら SR、 ほら SR ですね、 SR、 SR ね、あった、お役たちが与えてくれる力をあなたに貸してあげる、あら、うん、借りてあげる、いいメンバーでしたねもう一回やっていいですか、ね、インストールしてね、出るんだ初心者パック結構っていうの見せたから、はい、え、これ11連のやつですか、はい、11連じゃあ、ね、召喚してますね、うん、これで SSR 出したらすごいですもんね、うん、こんな簡単じゃないからね、ダメだな、出てお願い、あれ全部アホ、あ、まだわかんない、まだまだ、こっから変更ありますもんね変更とかあるんですか、これあります、SR のキャラクターが出る場合は、出る場合もあるね、うんうん、SSR の場合、可能性は、うん、そうですね、 SSR なんですが、そちらは本が金色の枠に、金色の、ね、なります、あら、かわいい、かわいいね、めがちゃん、パパに褒められたいから、あなたに力を貸す、最後まで聞かないパターンだもんな、おお、あ、強そう、あ、これ浮いてるよ、私が正気を使えば、うん、敵を一掃することなどたやすいことだ、おお、じゃあ一括オープンしますどう、来い、お、倒し、2、1、2、佐野さん、はい、もう一回かぜひよろしくお願いします、次絶対出しますか、もうほん出してくださいね、これ本当に、いやもう人のこと言えないから本当にゴージャさんにかかってますから、やっぱり最悪これ次出たらエナちゃんまるまるカットさあ、行きましょう、せーよいしょ、出てほしい、やばっ、さあ、おお、なんか、あれ違うの、なんか違うんじゃない、なんかわかんないけど、あれちょっと違うんだいや、わかんないよこれ、おお、あれ2個、いつの間にか SR か SSR のキャラしか出ません、じゃあもうさすがエンタメだね、ねえ、うん、ゆうちゃん、いやさっきのはよし、じゃあ行きましょう、もうじゃあこれからいっちゃいますね、どう、おお、 SSR めっちゃ強そう、友人である私を召喚できるとは、うん、侮れない力を持っているな、私のことを、ね、すみません、持っててよし、友人だよ、そう、これもう一個待ちきますよ、雰囲気が違う、これは、お、うん、まあまあまあじゃあ一括で全部また言うかもしれない、ポチッとと、うん、うんうん、ちょっと、はい、うちの神谷の名誉のためにもう一回とか言ってます、うんうんうん、全然大丈夫です。ですか、はい。潤沢に。だからずっと。ジェムは用意してありますので。俺の足をガンガン蹴ってくれる。蹴ってないから。蹴ってないから。でもこれ悔しいから私も出したい。うん。でも今出ちゃったから、うん、次 SSR3 個ぐらい出ちゃったんじゃないですか。おぉ、いやー、ただ出なかったら本当にガッツリ切るから。いやぁ本当に私の見せ場も欲しいから。よし、行きなさい。召喚 SSR! 来い、さあ。ちょっとなんかゴールのチェック。お願い。本当に？お願い。いいんじゃない、出るんじゃないの、ここからこっからよ、ですよ、どうなの、お願い、どう、お願い、おお、ここお願いします、本当に行きましょう、召喚しますお、SR じゃん、やったじゃん、すごい、SR 神谷勝った、最後一回して
SR も1体、あれ SR、まあ、本当だ、ね、これ変化したってことですよね。そうですね、うん、SR でも SR でしょ。あ、ギードの本からも SR が出るよっていう見せ場。配信してませんこれさあさあさあはいさあどうしましょう。はい、では次のバトルに行ってみたいと思います。よし、バトル。ではですね、左下にアビスというステージがあるんですが、おアビス、さっき始めたばかりですか。いきなり。ちょっとエビスにはよく行くんですよ。アビスは初めてですね。キャラクターごとに前衛、中衛、後衛と、うん、はい、設置できるポジションが分かれております。あ、9人で行けるんですよね、はい、ちなみにこれ自動編成って簡単にできそうですね、はい、あら、本当だ。一回押しましょう。それで僕のさっきのやつも入るはずだから。そうですね、行きましょう。あ、ちょうど真ん中に、真ん中に、ほら、はい、一応守られてるパターン、これで行きます。そうですね、ではバトルの方行っていただきたいと思います。行きましょう、これで。さっきのやつもう覚えたから、俺もね、 M のやつ。おお、絶対強いじゃん、いやこんなん。あ、出てきたんだ。おー、あ、来た。おー、あ、え、さっきと違う、本当に。これ進んでいくパターンじゃないんだ。うわ、すごい。おお、あ、戦ってる、これもう。クランクランクラン、あー、危ない。勝てないよ、今絶対。でも、全部パーフェクト出してれば勝ったかもしれないですよ。ちょっと聞いてみていい？さあさあ、はい、全部パーフェクト出したら勝ってました？いえ、ちょっと難しい。だろうねだろうね。まあ、自分でね、やっぱりさ、成長させて。あ、そっか、ここを鍛えるんですね、いろいろ。アングル変わったのは斬新でしたよね。で、びっくりした、はい、本当に自分がこう戦ってる感じに感じる。うん、それ俺のセリフにしていい？なんか自分で戦ってる感じのやつでしょうね。私とか全部カットになっちゃう。ガチャもなくなるし、ね、またパワーアップしてさ、はい、ちょっとぜひ、ね、アビスを倒したい、うん、ねえ、うん、絶対倒したい。あれ、今、何やら次回、うん、コラボの紹介がコラボあるかもしれないとのことですが、ゴージャスさんとよく似たキャラクターがこのゲームにいます。おそのキャラクターを発表、この動画が配信された後にプレゼントを考えています。あら、おお、楽しみに。いつの間に、はい、今まだ準備中ですので、ね、はい、もうしばらく、情報公開お待ちいただければなと思います。たまたま皆さんね、はい、ぜひはるかなる一興グランビリア、うん、ビリアね、うん、ぜひともダウンロードしてね、はい、強く皆さんに鍛えてこう言っていただけるとね、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。なんかしてるけど、ガチャ済ましました。本当に本出てきました、ちゃんと。ん、本出てきました。本は誰でも出るわ。ちゃんとゴールドの本出しました。ほんとに、うん、それ流れてないから。でもゴージャスさん、うん、もう初心者パック引きましたよね。あれ聞いてないことになってる。あとはもう編集の手に委ねるから。お得、もうお得なね、パックなんで。もうみんなダメだから。ボロボロだ。